こんにちは、三草武市です。今日はドラッグ市場の状況についてお話をさせていただきたいと思います。まずはじめに流通小売市場全体から見たドラッグの状況、それからドラッグ市場そのものの動向、また今後の動向について最後に考察をしてみたいと思います。こちらはですね、流通小売市場の全体市場規模を示したチャートになります。長期横ばいというのが見て取れると思います。2020年では 67.9 兆円という規模、こちらの規模が今の流通小売市場になっています。こちらはコロナが流行った以降、2019年から21年の間の横軸が成長率、縦軸が収益率、丸の大きさが規模、各々の業種業態における状況を示したチャートになっています。中央にドラッグストアがありますが、成長している産業であるということが見て取れるというふうに思います。こちらはEC 市場の動向をチャートにしています。左側は各物販系サービス分野、デジタル分野、物販系というのは通常販売されている商品ですね。サービス系というのが旅行や飲食、チケット等、デジタル分野というのが電子書籍、音楽配信等の分野になります。見てこちらも分かる通りですね、コロナ以降このサービス分野はシュリンクをしておりますが、物販が急激に増えてきているというのが分かると思います。またその中で右側はスマホの比率ですね、スマホからの注文比率を示しています。おおむね 50% を超える状況まで来ているというのが今の EC 市場の状況になります。その中でドラッグストアに関係した商品がどれだけ EC で販売されているかということを見ていきたいと思います。まずですね、 EC で大きく販売をしていて伸びている分野というのは生活家電であったり AV 機器、それから書籍、映像、生活雑貨、家具、インテリア、まあ、こういったところはですね、もともと EC 比率が高くて、EC で買った方が便利だというものについては、非常にこのコロナ禍で大きく伸びを示しています。一方ですね、ドラッグストアで売っているような化粧品、医療品、また食品、飲料、こちらはですね、伸びているものの、全体の規模としてはそれほど大きくないということですね。ですから先ほどチャートにありました通り、リアル店舗で買う機会が多いというのは、このドラッグストアで扱っている商品の特色になるのではないかというふうに思います。ではドラッグストアのそのものの状況を具体的に見ていきたいと思います。まず左側はドラッグストアで扱っている商品ごとの市場の成長率を見ています。全体としては CAGR 年率成長率としては 5.75% で成長しているというのがこのドラッグストアの市場の状況です。特にこの中でですね、成長が伸びている、成長しているというのはまず一番下にあるグレーの食品という部分ですね。最近のドラッグストアはスーパーで置いてあるものもたくさん置くようになりましたが、こちらが 9.2% という成長を示しています。また調剤医薬品ですね、こちらも 9% ですので、ドラッグストア皆さん買い物してお分かりいただいていると思いますけど、最近食品を置いていて、しかも調剤もできる、そういったドラッグストアが増えてきてるんじゃないかと思います。で、下から3番目に OTC 医薬品というのがあります。こちらは通常処方箋がなくても買える医薬品になりますね。これがドラッグストアのメイン商材になりますが、こちらは実は 2.4% しか伸びてないんです。ですのでドラッグストアといってもかなりスーパーで扱っている商品であったり調剤薬品で扱っているもの、こういったものが収益の拡大の柱になっているというのはこのチャートでわかると思います。ではこちらはですね、そのドラッグストアの店舗数の推移、それから店舗の面積の比率を示しています。左側、店舗数は年々増えてきているというのが分かると思います。2021年で2万店舗を超える状況だと。一方企業数は減ってきておりますので、
統廃合が進んで、店舗数が大手で増えているという状況が見て取れると思います。また右側はこの濃いブルーが300坪以上のお店の比率、それからブルーが150坪から300坪の比率なんですね。これも見て分かる通り、大型店、坪数の広い店舗が圧倒的に増えてきているというのが分かると思います。これも2021年では 65% が150坪以上の店舗になっているという、そういう状況になっています。ではこちらは各企業ごとの売上高、それから店舗数を示したチャートになっています。一番規模の大きいのはウェルシアさんですね。続いてツルハさん、こういった順番になっています。一方をですね、店舗数の多いのは松木をここからさん、こちらになっています。これらのドラッグストアは各々特色を持ってこのような展開をしています。では具体的にその特色を見ていきたいと思います。こちらはドラッグストアごとの構成比ですね、各社ごとの扱っている商品の構成比をチャートにしています。オレンジ色が医薬品、ブルーが化粧品、グレーが日用品、黄色が食品、そういった形のチャートになっています。まず一番上に松木をここからさんについては、この医薬品化粧品の比率が非常に高いという状況ですね。で下に行けば行くほど食品の比率が高いドラッグストアになっています。ですのでこのチャートで言えるのは、左側に軸を置きましたが、都市型の比較的小さめの店舗を中心にターゲットとして働く女性、ここをターゲットにしているのが松木をここからさん等のこの上位側の部分になるんではないかと思います。一方下に行けば行くほど食品比率が高い状況ですので、郊外型の店舗で主婦をターゲットにしているのではないかということでですね、大きくこのような二極化が進んでいるんじゃないかというふうに見て取れます。はい、ではこのようなその状況を見てみるとですね、ドラッグストアっていうのがスーパー化してきているということと、調剤薬局を取り込んできているというのが状況的に見て取れるわけですね。地方で郊外で大型のドラッグストア、食品を多く扱っていて非常にこう広いというところも多く見るというふうに思います。ではそれらを踏まえて今後どういう形になるかというのをちょっとデータで見ていきたいと思います。こちらは薬局の店舗数の推移をチャートにしています。こちらもですね、右肩上がりで調剤薬局、これが増えてきているというのが見て取れると思います。ドラッグストアでも調剤増えてますが、調剤薬局そのものも増えていっているというのが今の現状になっています。こちらは流通小売市場における各市場で集中度 80% における企業数を示したチャートになります。コンビニエンスストアはわずか3社で 80% を超えるんですが、ここにあります通り食品スーパーはこの時点で107社合わせないと 80% を超えないという状況なんですね。下から3番目にドラッグストアがありますが、2020年の状況で27社ということで、再編が非常に進んでいると思われるドラッグストアでもまだ27社 80% なのには27社というのが状況です。ですがここで特色的に分かるのは、食品スーパーがまだ小さい企業が非常にたくさんあるということです。右側に M&A の直近の状況を記載しておりますが、大手ドラッグストア、もしくは大手スーパーが中小のスーパーを買収していってるというのがこの図でもわかると思います。ですので今ドラッグストアのトレンドになっている、ドラッグストアがスーパー化しているという状況と、比較的大型店舗になっている、それから調剤薬局を取り込んできているという状況ですが、おのおの調剤薬局の数も多いですし、買収するスーパーの数もものすごく多いという状況です。ですのでこの傾向というのはしばらく続くんではないかなというふうに見て取れるというふうに思います。本日はドラッグストアの状況を説明させていただきました。以上になります。